はい、皆さんこんにちは、こうです。今日はね、12月27日なんですけど、もう今年、うるさいな、今年一番ね、寒い日が来ました。今の気温マイナス13度なんですけど、マジやばい。初めてね、北海道、多分僕2年前とかに行ったんですけど、4月に行ったんですよね。だからそんなに寒くなくて、マイナス0度とか1度とかだったんですけど、マイナス13度は多分僕初めてで、今こうやって動画撮ってるんですけど、手がね凍ってます。はい、ちょっと涙が出てきました。いやー、なんかでも今週はずっとだいたいマイナス10度ぐらい、最低気温がマイナス10度ぐらいあるみたいなんで、ちょっと頑張ってね、あったかい格好をしてね、生活していければなと思います。なんかバンクーバーでこんなに寒くなるのって本当に珍しいらしくて、バンクーバーずっと住んでる人でもね、驚くぐらいの気温らしいです。はい、でもね、まあ雪は僕好きなので、ね、たまに触ってね、友達と、なんて言うんだろう、あれ、雪合戦ね、したりとか、雪かけ合ったりしてるんですけど、はい、そういうのもまた Vlog で、ね、撮っていけたらなと思います。じゃあね。はい、でね、いつもこのね、電車、自動で走ってるんですけど、雪がね、やばいから、こうやって、ちょっとね、自動兼手動で電車動かしてるみたいです。ほっこりね、したエピソードがあってね、動画撮ろうかなと思ったんですけど、ちっちゃい子がね、運転室のことが気になって、その話について喋ってたらね、運転手さんが子供を乗せるっていうほっこりしたエピソードがありました。そういうところはね、日本ではありえないことだなって思ったので、はい、動画を回しました。はい、ということで、また次回の動画を楽しみに待っててください。